はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、じゃん、こちらね、トマトになります。トマトの肥料方についてですね、今日はご説明していきたいと思います。トマトはですね、肥料ね、そこまでね、必要ないとね、言われていまして、あまりね、多すぎるとトマトのね、実がね、落ちてしまったりとかですね、あまりね、美味しいトマトがね、できなかったり、収穫量がね、少なくね、なったりしてしまいます。それで、あの、粒ばかりですね、こう葉っぱばかりが成長してしまって、肝心の実がね、できないということがね、あったりしますので、今日はね、そのね、トマトね、肥料がね、多い時のサインですね、そういったところをね、ご説明したりとか、あとはですね、もしね、肥料が多い場合はどんなね、対策をしていったらいいのかっていうところですね、そういったところをご説明していきたいと思います。はい、ね、皆さんもですね、植え付けてかれこれ1ヶ月ぐらいね、経ったかなってね、思うんですけれども、そしてね、実がね、つき始めてかなってね、思います。ね、そんなね、トマトになりますので、早速ね、収穫までですね、一緒にね、美味しいトマトを育てていきましょう。はい、それでは早速いきましょう。マッキーチャンネル。はい、こちらですね、トマトね、今ね、育てているところになりますけれども、どんな感じで育っているか早速ね、見ていきたいなってね、思います。今ですね、こちらね、トマト、種の枝ですね、種の枝がこちらね、あると思います。ここから上にズズズズズっと伸びてきまして、はい、こちらですね、さらにね、ここね、伸びてきています。そして上の方ですね、見ていくとこんな感じで、種のね、枝が伸びてきまして、ここでね、またさらに伸びてきています。そして上にね、張っていきまして、ここね、枝があって、さらに上までね、伸びてきまして、そして上の方を見るとね、またね、上にね、伸びてきて、ここまでね、大きくなってきています。そしてここね、見ていただくと、もうね、なんと実がですね、ここね、1段目のトマトですね、できてきています。見えますでしょうか。こちらですね、すごくですね、大きなトマトですね。はい、1,2,3,4,5,6,7,8 個ですね、8個のトマトができようとしています。はい、そしてさらに上の方ね、見ていただくと、こちらですね、この上の部分もね、トマトがね、できてきまして、はい、順調にね、成長しています。これですね、トマトね。はい、そして、これね、2本仕立てでやっていまして、こんな感じで上からね、トマトね、見てみますと、はい、これがね、1本目の、トマトになりまして、2個目のトマトですね、こちらにね、はい、大きくね、育ってきています。そして葉っぱの勢いもね、すごいですね、いいですね。実はこちらね、トマトですね、ここにですね、草とか炭とか、落ち葉とかですね、そういったものを入れて、特にね、追肥はね、一切しないで、肥料も入れないでね、育てている、自然農法って形で育てています。これだけね、一切ね、今後ね、追肥もしないんですけれども、順調に成長している状態になります。そしてまずですね、肥料が多いよっていうね、サインをちょっとね、見ていきたいなってね、思います。まず肥料の多い時のサインとしてですね、茎の太さをね、見ていきます。茎がですね、こちらね、今ね、見ていただくと1センチぐらいですね、そのぐらいの茎の太さにぐらいがちょうどいいです。これ以上太いとですね、肥料がね、多いっていうね、サインになります。あとは葉っぱが内側に巻いている状態ですね、そういった時も肥料がね、多かったりします。上の、ね、部分ですね、こちら葉っぱをね、見ていただきたいなってね、思いますけれども、こんな感じでですね、葉っぱがちょっとね、くるーっとですね、巻いている状態ですね、そういった状態になるとちょっとね、肥料が多いよっていうね、サインになります。ただこれね、肥料ですね、くるっとね、葉っぱはそこまで巻いていないですので、ちょうどいい肥料の多さかなって思います。ただね、下の方ですね、こちら見ていただくと、若干ここね、葉っぱがちょっと内側にくるっとね、丸まっているかなって思います。なので、まあ、肥料はね、ある程度トマトはね、旺盛にね、育っていた方が良かったりしますので、全部ね、内側に入っているっていう簡単状態ではないですので、そこまでね、肥料としては多いっていう感じではないかなってね、思います。あとは肥料が多い時のサインとして、こちら今ね、花が咲いています。
そして花が咲いて、肥料が多いとここがねポロってね落ちてしまうことがねあるんですね。あとはね原因としては花が落ちる原因としては寒さとか、水不足ですね。そういった時でも落ちるんですけれども、これが落ちてきたらね一つね肥料が多いっていうサインになります。そして最後にこちらね、成長点ですね。葉っぱの先端をね見ていきます。葉っぱの先端ですね、これがちょっとね緑が濃すぎる場合ですね、そういった時は肥料が多いですよっていうねサインになります。逆に肥料が少ない時はですね、このね先端の部分ですね、色がですね薄かったりしますので、そういった時はね注意が必要になります。でもね順調に成長していますので、これはねトマトですね、今のところ問題なくね成長しているなっていうのがね分かります。そして、このね時ですねする作業として、まあ今のところ順調には成長はねしていまして、こちら2本目の、トマトのねつるになりますけれども、脇芽がね出てきています。これね脇芽置いてそのままにしておくとすごいね暴走してしまって、あとね肥料がですね多いと脇芽もねすごいね伸びてしまって良くなかったりしますので、このところですね脇芽が出てきたらこの種のね枝がねあると思います。そして葉っぱがこっちからね生えています。その間から出てくるもの、これが脇芽になりますので、これをですねだいたい5センチ以上ですねならないようにしながら、はい、早めにね取ります。これを横にこうやって折ってしまって、そしてさらにこのまま引かずにもう一回反対側に折ります。そしてまた同じくこっちに折ります。これをね何回か繰り返すことによって、ね、綺麗にですね、はい、取ることができます。こんな感じで脇芽をね取っていきます。さらに上の部分ね見ていただくと、こちらもね脇芽が伸びています。これが種の枝になりまして、葉っぱが横から出てきます。そしてこのね部分ですね、これが脇芽になりますので、この脇芽をね折ってしまって、はい、これでね育てていきたいなってね思います。そしてこちらもね上の部分ね見ていただくと綺麗にね花咲いて、ここね脇芽が出てきています。こちらの脇芽をですねちょきってね取ってしまいます。これはできれば朝ですね晴れた日に、やってねいただくと、傷口ですねこうやってカットすると傷口がねできるんですけれども、そういう傷口が早く修復しやすくなりますので、そんな感じでねやっていきます。そしてあとですねこれ誘引ですねを早くねしていきます。肥料がね多い場合だと、どんどんねつるがね伸びてね成長していくんですね。そしてつるが多くて上にね成長していってしまいますと、風とかですね大きく揺れた時に、結構ね揺れてしまって茎がねポキッとね折れてしまうことがあります。それを防ぐためにもですね、こちらね1個ね誘引して麻紐でねくっつけていますけれども、頻繁にですねちょっとねここまたね麻紐を通しまして、これでねしっかりと、はい、誘引ですね作業をしていきます。こんな感じでやって、ちょっとくるくるっと回して余裕遊びを持たせていきます。そしてこちらの支柱に、はい、くくりつけていきます。ちょっとごめんなさい、これは麻紐の長さが短かったのでもう一回長い麻紐に再挑戦していきます、ね、こういうねこまめな作業がねとても大切にトマトはねなっていきますので、はい、地道にですね作業をしていきたいと思います。こんな感じで結びまして、はい、固定をしていきます。こんな感じですね。はい、じゃあこれでねどんどんねまたね大きくなるようにやっていきたいなと思います。はい、こちらですね別の場所のトマトになります。こちらのねトマトですね、もうねこのように、ミニトマトになるんですけれども、実がねかなりですね、成長してきまして、1段目のトマトで、そして2段目のトマトですねが成長してきまして、はい、これからねどんどんね大きくなろうとしています。そして先ほどもね説明しましたけれども、茎の太さですね、茎の太さはちょうどね1センチぐらいのね太さになりまして、ちょっと細いかなっていうねそんな感じの印象の茎のね状態になります。ただねこれねすごくね肥料のねバランスとしてはちょうど良かったりするかなってね思うところです。
そして葉っぱもね生き生きとしていまして、はい、これねちょうどいいですね、健康的な、トマトね育っているかなってね思います。そしてこちらね先端の上の部分ですね見ていただくとトマトの、葉っぱ成長点の部分ですね、とてもねこちらも、はい、健康的なね緑色になっていましてちょうどいいです。こちらの色とこちらの色同じぐらいでねこちらもね順調です。そしてこちらのトマトも順調にね成長しています。そしてちょっとねちっちゃい、トマトになりますけれども、こちらもね先端の部分ですね花葉っぱのね色ねちょうど良かったりします。ただこちらね、横側の葉っぱを見ていただくとちょっとですね黄色っぽくなっています。これはですね肥料があるかないかって言ったら肥料はねあるかなってね思います。ただちょっとね原因としては寒さですね、寒さに当たってしまってそれでちょっとね病気っぽくですねなっているのかなっていうねところがありますので、これはですねむやみにですね肥料はあげない方がいいです。かえってね上げてしまうと肥料が多すぎてしまって今後の成長に悪影響をですね及ぼしてしまうことがありますので、これはねもうちょっとね様子を見てね、はい、育てていくと良かったりします。こちらの先端のね部分はですね生き生きとトマトねなってもうね花も咲いてこようとねしていますので、なので順調にはね育っているかなってね思いますので、ちょっとねお水ですね下のね土ですね掘りまして、もしねこうやって掘って土がね乾いていたらお水をねあげるといいです。これはね見る限りでは土ね濡れて黒っぽくなっていますので、水分の量としてはちょうどいいですので、このままちょっとね様子を見て、あとは暖かくですねあんどん支柱をかけたりとかそういうね別の対策方法で、はい、トマトですね大きく育つようにしていきたいなってね思います。そういう感じで、トマトですね症状をね分けてみながらね育てていくといいですね。はい、こちらのトマトも順調に育っていますので、あとは脇芽ですね上の方伸びていますので脇芽は早めに取ってしまって、育ててねいきたいなってね思います。どんどんね脇芽ね出てきますね。はい、いいですね。はい、いかがだったでしょうか、ね、こんな感じでですねトマトですね、はい、しっかりね対策をすることによって美味しくね大きなトマトですね収穫できる可能性がぐっとね上がりますので、よければね参考にしてみてください、はい、じゃあ今日はねこの辺で失礼したいと思います。最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。